皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんもお迎えしています。お送りするのはディビジョンライバルズの一戦、ドンズがブラックキャッツと対戦します。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、ボールをサイドへ展開します。ムバッペ、ボールはネイマールへ、ボールに絡むと空気が変わります。クリスティアーノ・ロナウドです。流しています。プレーオンです。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。コーチ、チャンスだ。これはナイスインターセプト。ルーニーが勢いに乗って侵入してきますよ。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ホセマリア・ヒメレス、フアン・クアドラード、ネイマール、クリスティアーノ・ロナウドへ。いいところにボールをつなぎました。ディフェンダーがうまく読んでいました。ネイマール、ボールはネイマールへ。サイドから攻撃でしょうか。細かいパスを繰り返しています。クリスティアーノ・ロナウド、ムバッペ、エンバペのゴール、これが先制点です。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。ボールを持って出しどころを探します。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。ガリンシャ、このシュートで追いつけるか。少し飛び出しが早すぎました。メッシ、ここでボールを失います。ウェイン・ルーニー、ここはサポートがあります。ここで決められるか。危ない場面でしたがクリアしました。ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。ボールの動きが激しい。コーチーニョ、ボールをクリアしました。メンフィス・デパイ、デパイに渡った。ボールは相手に渡りました。ムバッペ、ドンズがアタッキングサードに攻め込んでいきます。硬いディフェンスに攻めあぐねています。コーチーニョ、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。リオネル・メッシ、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。華麗なパス回しです。ドンズ、ボールを奪われました。メンフィス・デパイ、よく止めましたがボールはこぼれています。ルーニー、デパイ、
このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。まだボールは生きています。コーチーニョ、ここで攻守が入れ替わります。ネイマールへ、ルーニー、メッシがボールをキープできません。ムバッペ、エンバペにリターン、ボールをうまく回していく。この選手が視点となってパスを回しています。リオネル・メッシ、細かいパスを繰り返しています。パスを求めて下がっています。ネイマー、ボールはクリスティアーノ・ロナウドへ、コーチーニョ、このボールは決定的、ゴールキーパーが飛びついて止めた。ショートコーナーです。ムバッペ、タックルでボールがこぼれました。ネイマールのパスミスでしょうか。メッシ、コーチーニョ、レフリーの笛が鳴って前半終了。ブラックキャッツが追いかける展開で後半のキックオフです。しっかりと読んでいましたね。ボールを奪いました。ジョルディ・アルバ、ネイマールに渡った、走り込んだ味方にスルーパス、スルーパスがネイマールに通る。見事なタックル、ボールを取り返しました。味方にパスを出します。マークがいます。決められるか。あっと、すぐにボールを取られました。ネイマー、ジョルディ・アルバ、クリスティアーノ・ロナウドが出てきます。ネイマー、コーチーニョ、ネイマール、クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンスの選手がシュートをブロック、主審オフサイドでプレーを止めます。エッシェン、ボールがマラドーナに渡った、ルーニーに渡った、ウェイン・ルーニー、デパイに戻します。1点を追いかける状況ですが、落ち着いてボールを回し、得点のチャンスを伺っています。さあどうする。この距離はすでにルーニー射程内、マラドーナ、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。コーチーニョ、慎重なパス回しです。ホセマリア・ヒメです。ボールはエデル・ミリトンへ、ボールはエンバペ、ムバッペ、
ヘデル・ミリトンに渡った。ネイマールがボールをもらいに下がります。焦りが見えます。クリスティアーノ・ロナウド、ボールはエンバペ、フアン・クアドラード、エデル・ミリトンに渡った。コーチーニョがゴールに向かう。ネイマール、ジョルディ・アルバに渡った。コーチーニョ、ボールはクリスティアーノ・ロナウドへ。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。ジョルディ・アルバ、ネイマールが低い位置でボールを受けました。なかなかボールが来ません。ムバッペ、ネイマール、ジョルディ・アルバに渡った。ホセマリア・ヒメレス、ボールはクアドラードへ。低い位置でボールを受けました。現状を打開したようですね。ムバッペ、ボールはネイマールへ。ネイマールがボールを失いました。ネイマールのボールロースト。ガリンシャ、マラドーナがキープ。味方の位置を確認する。素晴らしい読みでインターセプトしました。味方を使います。ムバッペにチャンスです。キーパーのダイビングセーブ。これはすごい。いやー、ファインプレーですね。勝利をものにできるでしょうか。ゲームも終盤に来てのこのコーナー、大事にいきたいところです。ボールを入れました。ボールをクリアしました。ホセ・ヒメネス、ボールはエデル・ミリトンへ。何、華麗なパスですね。効いています。すごい存在感。同点ですが、お互いにチャンスはそれなりに作っています。見事なパスカットです。ホセマリア・ヒメレス、ボールはクリスティアーノ・ロナウドへ。何、あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス。やりました。値千金の勝ち越しゴールです。嬉しそうですね。このままいけば今日の主役になります。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。エッシェン、これが最後の攻撃かもしれません。時間がほとんどありま、PK、これは同点のチャンス。ここまで粘り強く守っていたんですけどね、最後に緊張が切れてしまいましたか。ゴール、このゴールは非常に大きい。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。試合終了です。惜しくも引き分けに終わりました。
リスティアーノ・ロナウド、ムバッペ。